どうもこんにちは部長の小市です今日は小池百合子やらかすということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで先日文春法によってですね学歴詐称工作問題っていうのが勃発し文春法っていうか文芸修順法ですね。はいっていうのがありまして、まあ、そこでまあ小池百合子さんの問題が出てきたというところですね。はい はい、でその問題っていうのは過去に卒業した何ていうんですか学歴詐称疑惑っていうのが、まあ、以前から言われてましてで以前の都知事選の前にもいわゆる告発みたいなボーボンと出てきたわけなんですけどもそれについて本人がまあごまかし。 たとということになるのかかか本当わかかりませんけども、まあそこは一旦収束し都知事選にも勝利しでえっ、ー、と都知事をね、まあ、ずっとやってこられたわけなんですがそしてまた都知事選の前にまたこの話が再燃っていうところがありまして前回はえっ、ー、と確か同室の女性ですねルームメイトみたいな方がいやあの卒業してませんよと <laughs> いうことをおっしゃったと。でそして 今回出てきたのはそれを前回のその都知事選の前にいろいろそれをどうやったらごまかせるかみたいなことについて、まあ、相談されていた側近の人物が暴露したということでありまして、まあ、小池百合子大ピンチとかですねあるいはやっぱりねとかいろんな声が今出てきてる状況なので、まあ、今回はね、まあ、その後これを受けての記者会見等々もありましたのでさまざ、あ、まお話をしていきたいというふうに思います。 はいというわけでこちらはですね「文春オンラインさんの記事で、えー「小島さんついにやったんだと」と小池都知事元側近の学歴殺傷工作告発で都庁は大騒ぎということですね。で小池百里子東京都知事の元側近小島氏の爆弾告発が波紋を広げているということで,でね、まあ、これについてはちょっと驚いた方もいらっしゃると思うんですけどねまあもともとのなんか段階で なんか4年前にもっともっとねまあ何て言うんだろうメディアがバーッと突っ込んでければきっと明らかになったんでしょうけどまあ逆に言うとなんか小池さん側の情報工作がうまくいったってことなんですかね。はいという感じでこれなんか4年前も結構たくさんワーワーはやってたけど実は追及したメディアは少なかったっていうことなんでしょうねはいね。 でえっと、小池知事のカイロ大学の学歴詐称、えー、疑惑に関する記事が出てるらしいという話が8日の月曜日、都庁関係者の間で回りましたと。で、9日の朝に分春オンラインでスクープ速報が出て記者たちも一斉に知れ渡ったと記事を見てみんな驚いていたと。小島さん、ついにやったんだということで都庁は蜂をつついたような大騒ぎですということですね。ついいにやっったんだっていう感想からすると みんんなやっっっっててててじゃねって思ってたってことですよね <laughs> あので,で側近の人が言ったからああやっぱりやったんだってことなんでしょうね。はい、というわけでだからみんな工作だと思ってたってことなんですかね。で、えー、とそして記事っていうのは「文言主事5月号」に掲載された元都民ファーストの会の事務総長弁護士の小島氏の手記と小池百合子都知事元側近の爆弾告発私は学歴 工作に加担してしまったとのことだということですね。はい、で小島氏は元環境省の官僚で小島氏が環境大臣時代にクールビズを共に推進とおなるほど小池氏といえばクールビズでね、まあ、かなり名前を売ったっていうところがありますよね。でその縁で小,、えー、と小池氏が都知事に就任すると都の特別顧問となったと。 いう感じで2017年の都議選で都民ファーストから55人の都議が誕生してからは同東の政務会事務総長を務め小池氏の側近と呼ばれていたということですね。はい、でその小島氏が手記で明かしたのが2020年6月9日中日エ,ブエジプト大使館のフェイスブックにアップされた「生命回路大学」と称した文章の作成工程だったということですね。 はいでその声明文というのが、えー、とこちらなんですけどね「声明回ロ大学」みたいな感じで回ロ大学は以下の声明を発出したみたいなところですよねまあそれを出してももらったっていうのかなっていう感じなんですけどねはい、まあ、これでみんな黙ったみたいなところがあるわけですよね。はい はいでえー、とその文書には小池氏が1976年10月にカイロ大学を卒業したことを証明するなどと記されていたということですね。で都知事選を控えていたがまだ出馬表明をしてなかったとで当時学歴詐称疑惑が取り沙汰さ,さ,されていたからだということで、えー、と同年5月末に発売された女帝小池百合子は彼女のカイロ大学の卒業の経歴を許可 虚偽であると指摘し都議会でも小池都知事のカイロ大学卒業の提出に関する決議案が提出されようとしていたということで小池さん大ピンチだったわけですね。えー、で、でそそしてでそこで困っ た上で小池氏は6 6月日にに小島氏を呼び出し疑惑払拭に向けて相談をしたとで小池氏は相当憔悴していた様子だったということで式にはこう記されていると「卒業してるんですよね」と聞いたところ彼女は即答した「知ってるわよ」と。で、えー、そしたら卒業証書や卒業証明書を見せればいいんじゃないんですかそれがあれば通常それ以上証明は求められませんそれはあるんですよねということで。 えとあるいはるそれでも解決しないから困ってるのよと言ったということですね。はい、でそこで小島氏はカイロ大学学長から卒業したことを明言する声明文のようなものを PDF で送ってもらえばいいと考えてカイロ大学から声明文を出してもらえばいいのではないですかと助言したと。 で翌日、小池氏からメールが届くということで、カイロ大学声明部の宛先は、小池氏宛てでいいか、内容はどの,のようなものがいいか聞いてきたと。で、これに対して答えなかったんだけれども、2日後の9日、中日エジプト大使のフェイスブックにカイロ大学声明が掲載されたということで、これですね、これがドーンと出たということですね。で、小島氏はあまりの手回しの速さに驚いたということですよね。 だからまあ仮になんかそのこれがね本当だとしてもまあ問い合わせてで出すにあたっても向こうでも調査して出すまでもうちょっと時間がかかりそうなもんじゃないですかねなんですけど早いねみたいなでも誰かが作っちゃえばすぐできちゃうかもねみたいなところがありましてえっとそれでえっと まあそれを声明を出した後ですね効果は絶大で疑惑を追及する声が一気に鎮静化したとそして小池氏は圧倒的な得票数で再選を果たしたとだからその後小島氏は疑念を抱くようになる本当に卒業してるなら何なであんなに憔悴していたのかということでもしかしたら本当は卒業してないのではないかだ,だとしたら自分は隠蔽工作に手を貸してしまったのではないかと悩むというところですよね。 だからねこういう政治界隈で、ね、本当に真面目な人ほどなんかこういう思い悩むみたいな状況になるわけなんですけどでしばらくしてから小島氏は小池氏のブレーンだった元ジャーナリストの A 氏から「実は中日エジプト大使のフェイス,フェイスブックに挙げられたカエル大学生命は文案を小池さんに頼まれ私が書いたんです」と打ち明けられたと。 いうことで改めてドーンとこの生命回路大学っていうのの文案をこの A さんって人が考えてたということですね。はい、ということで小池氏が A 氏に依頼して作ったものだったのだということですね。で小池氏は当時秘書のように使っていた樋口都議にえと指示を出しあ現千代田区長ですねあの千代田区長ですねに指示を出しつつ文面を作成していったと。 でさらに、中日エジプト大使のサイトに声明文を掲載することをアドバイスしたのも A 氏だったということで,、はい、で、手記ではその過程を A 氏の証言や小池氏と樋口氏からのメールで詳細に描いているということですね。はい、で、声明が Facebook に掲載される前日、小池氏から A 氏にメールで確認があったと、あ連絡があったということで、えー、と8日の午後、 8時34分に彼女から A 氏に画像が送られてきたと。で翌日大使館の Facebook に掲載される A 分のカエルダック声明の画像でしたということですね。そして、えー、と再び小池さんから A 氏に次のメールが送られていくことで、えー、と明日の4時からゴーハ原氏と黒木氏が外国記者クラブで記者会見のこととでその前に全部済ませますということでこれはだから追及するまあ 始まる前にまあ、先ほどの声明を出して終わらせるということですね。でこの「全部済ませます」という小池さんの言葉ここから声明文作成と発出の真の主役が誰であったのかとは分かりますと小池さんのこれを全てを封じるという強い意志の表れでしょうという感じでねまあとんでもないですよね。あのー だからここでもうバレちゃったんだからねばれちゃったっつってねそれで頑張って当選してたらよかったのかもしれませんがここでまさかのこの封殺の方に動いたっていう感じですよねまあねこれがもし本当だとしたらこんなことをする人物が東京都のトップだったりあるいは場合によっては国のトップみたいなことになったらとんでもないよね開示請求かけても真っ黒で出しちゃったりするんじゃないんですかねはいっていうところがありまして はいで6月9日の午後2時9分に大使館のフェイスブックに声明文が出されると樋口さんから A 氏に出た旨が伝えられましたというところですね。はいで再選後 A 氏が小池氏になった時はこういうお礼を言われたということで開口一番「エジプト大使館のフェイスブックに載っけるというのは私思いつかなかったわ」と上機嫌で言われたそうですということですね。はいまあ、これが真実をね証明するために まあこういったことをやっていたとして証明されたからありがとうだったらいいんですけどそうじゃなくって「隠蔽工作成功したいわね」で上機嫌だったらさすがにドン引きだよねっていう話がありますという感じですよね。で小池氏に「声明文作成に関与した」などと質問状を送った。 けれども、小池氏は回答する義務はなく、回答する必要性も存在しないと考えているということで、舐めた回答を返してきたっていうことですよね。回答しろよ。<laughs> あのと都知事でしょ。だから、この人ほんとこういうのだらけなんですね。都合の悪い方回答しない。でも、それもメディアを抱き込んでるから、メディアもそんなに追求しませんっていう感じで、えっ、ー、と。また文春さん大活躍って感じですよね。はい。 で、千代田区の方っていうんですかね、樋口氏にはまあ送ったけれども、回答はなかったっていう感じですよね。で、えー、と4月12日の午後2時からは、都庁で定例の記者会見が開かれるっていう感じですね。まあ、ここでどういう回答があったのかということで、記者会見があったんですけど。 はい、というわけで、こちらがね、産経新聞の記事ですけれども、記者会見後の記事ですね。えー、小池都知事、回廊大卒、大学卒業を認めている声明文は、大学は意思を持って発出ということを言われたって感じですね、まあ。記者会見においてはですね、えー、と記者会見はですね、はい、これあの、ニコニコニュースさんの方から。あ 流されていたやつですけどもライブ小池百合子東京都知事定例記者会見ということであのー、まあちょっとねあのまあすざまじい1万人はまあこう言たと思うんですけどすざまじい人が見ていてあの <laughs> すげえなみたいな感じになっていてそして小池さんがねやっぱねその何て言うんだろうなまあまあ大ピンチじゃないですか大ピンチなんだけどあの,のらりくらりやるんですよね。 でそこに対してやっぱりこの記者クラブの方々がですねまあ追及がめちゃくちゃ甘いんですよ簡単になんかあこうでこうでって言われてああそうですかみたいな感じでめちゃくちゃ緩くってでもそれなんでそうなってるかっていうとおそらくなんですけどなんかこれはまた立花さんの方に出られていた記者さんフリーの記者さんがなんか小池さんがなんかまああの例のコロちゃんを理由にして距離を空けなきゃいけないみたいなことでなんか入ってくる記者の数を追い出したって いう感じでだから簡単に言うと自分の言うことを聞く連中だけを残してまあだから記者クラブ入ってるような人たちですよねで厳しい追及する人を追い出したみたいなことをやっていてまあそうやってコントロールしてまあ都合の悪いことを排除できるような環境ですよね。まあ、それをねちゃんと追及しきれないマスメディアもどうかと思うけどまあある種4年前もまあなんていうのは共犯関係の中でやってきたんだろうなっていうのが、まあ、今回の記者会見でもよく分かったって感じで。 まあ非常になんか緩い質問をされてました。<laughs> ちょっとびっくり、それが一番びっくりしたかな。だってこんなの動画が飛んでもおかしなくないぐらいの、その、なんていうんだろうな、記者会見になんなきゃいけないと思うんですけど、まあ、のらりくらりやられて、ああ、そうですか、みたいな感じになってたって感じですよね。はい。はい。で、えー と記事の方では東京都の小池入子都知事は12日に都庁で開かれた定例記者会見で例のね、まあ、改良大学問題について語ったとで一部報道について回答しなかった報道について <laughs> 記事が出たことは承知してるが大前提が違うと卒業してないと言われるが大学が卒業を認めていると述べたということですね。はい で小池氏はこれまで,でも同様の説明を繰り返し卒業証書も示してきたとして選挙のたびにこうした記事が出るのは残念だとした上で卒業を証明するのは大学で大学が何度も証明していると強調とで文案を小池氏側で作成されたということに大学が意思を持って発出されたと指摘したというところですよね、はい、まあでもいい機会ですから徹底的にやったらいいんじゃないですかねだってカイロ大学がだ 何その卒業証書があるっつうんだったらそれはみんなで検証しでカイロ大学の方にもまあね取材陣飛んでとか、まあ、結局当時も4年前も調べた結果怪しいで終わってんですよねあの <laughs> っていうことですよねあとはまあなんかその向こうのそのアラビア語でしたっけかなんかわかる人からするとおかしいところがいくつもあるって感じでなんかえー、っと あれれはそれは生命部の方だったかな。なんか小池さんは女性なのに向こうで言うアラビア語で言うミスなんて言うかミスターみたいなのがついてるとか非常におかしいとこはいくつもあるみたいな話でしたね。 はいというわけで、まあ、そのあたりについてはね、まあ、あのなんか適当に乗られるくらいしないで全部徹底的にやればいいしこんなんで疑われたらねたまったもんじゃないわけですから、まあ、徹底的にじゃあ証明したらみたいな感じで、まあ、メディアの皆さん全面協力しますんで、えー、私は絶対卒業してますから証明してくださいみたいな感じで情報提供しますっていうねいうことをやればいいんですけどまあどうなんですかねただ首席はやっぱりないんじゃねっていうことっぽいですけどねだから首席って言うけど ななななんんんかすすっっごい大変な大変学なんですってななんて言ううだろうこう入るのは簡単なんだけどだからアメリカ方式のめ,めちゃくちゃ難しいやつみたいな感じでだから卒業するのは相当じゃなきゃ出れないっていう話らしいんでねだから現地の人でも結構大変だっていう話なんでそれはねなかなかその外国人が入って卒業するっていうのはなかなか大変らしいんですよねしかもそこの主席ですから、ね、主席ですからあのどっか持った部分があるんだったら今のうちに言った方がいいんじゃないかなと思いますけどねはい。 という感じで、えっ、ー、と、月刊誌「文言集中」の5月号に掲載された記事によると、2月、あ、2年6月に、駐日エジプト大使が Facebook に掲載された、まあ、カエル大学の経歴を証明するとした生命の作成過程を指摘というところですかね。はい。かな <laughs> ということが、まあ、やったわけなんですけど、ちょっとね、改めてなんですけどね、これですよね。 その私はやっぱりこのやり取り見てて本当に怖くてですね目線が一切泳がないんですよね。でまっすぐ真正面を見ながら回答してるという感じでまあ最近ね最近というのかななんかこの1年間ぐらいなんかいろいろ嘘つく人が多かったので <laughs> <あ>の <laughs> その人の目線を追うっていうのを私は覚えてしまってですねだから人間なんかやっぱいろいろ思い出す時って とかもそうだし嘘つくくもそうなんでですすけけど目線がまあちちこち行くわけですよだから右上向いたり左向いたりね、まあ、それは嘘の場合もあれうその時の目線の動きとかそれから思い出す時の目線の動き等々があるわけでまあその思い出す時の目線してるからといって本当のこと言ってるも限りないし、まあ、100%ではないんですけどただその目線の動きに意味がある ですよねだから一般的にこう会話、まあ、いろんな人と会話してみるとわかるんですけど昨日何食べたとかね、まあ、そういうので目線が結構動くんですよねだからそういった意味において目線を一切動かない人っていうのはめちゃくちゃ訓練されてる人なんであってその <laughs> 要はいろんなこと過去のことを聞かれてるわけですよね。思い出す目線を一切してないで目の前を見てあの目線を逸らさないように えとご自身のことをおっしゃってるっていう感じでね、非常に非常に、えー、とてもなんか内心を探られない訓練を、まあ、されてると言いますか、経験を積んだそう結果はそうなったのかよくわかりませんけども、まあ、非常に私はこの,あの会見を見ながら怖いなって思いましたね。だから、なんか嘘ついてるとも言い切れないんだけれども、本当のこと言ってるとも言い切れないみたいな感じなんですよね。目線動かないんで。まあなんかね、でもこの辺はなんか、 けん警察官とかなんかこういう訓練するとかなんか聞いたことあるんですけど警察官かなまあまあスパイなんかは当然ね、あのー、そういうので嘘がバレたら困るから目線の動きとかを読まれるのを前提として目線を動かすことあるかもしれませんけど基本的にはなんかそういうのねなんかちゃんと動かさない訓練とかねしたりするらしいんでねはいという形でまあいろんな意味において怖いなと思いましたねただなんかやっぱり その別の意味でなんかこの国の例えばトップの人が目線でなんか本音とか読まれても困るからこの程度の訓練ぐらいを積んでてほしいなと思うけど、まあ、その力を日本のためにとか、まあ、東京都だったら東京都のために使ってりゃいいんですけどねなんかちょっとその辺については非常にに怪しいいことが山のよよよううあるねねっていう感じですよ、ねはい、だからその辺はなんか暇空あかねさんがいろいろ追求してる件に出ていて。 なんか開示請求して出さねえからあれなんだっけえー、っと国売かなんかで買ってましたねひまそらさんかなんかがね。っていう感じで、まあ、非常になんか東京都としてもなんていうんですかね単純にひまそらさんが追求してることのみならずなんか隠してることいっぱいあんじゃねえかなって思ってしまいましたね。ななんんかこんだけけ日本がやべえ状況なわでですよで なんかこうそういう過程の中でなんか海外に日本を売り渡してんじゃねえかなみたいな動きが結構あるじゃないですかその中においてねえなんかそういうのやらなさそうなね歯止めになりそうな知事となんかはい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 どんどん売りますみたいな知事になんとなく見てて分かれてるような気がしていてそうだから 小池さんはどっちかっていうと、まあ、そっち側だと思うんで、まあ、そう考えるとちょっと見えないところで何が起きてるかっていうのが非常に怖いですよねだから今回の都知事選で小池さんの後任みたいな人がなっちゃうとこう覆い隠していくわけですけどそうじゃなくってまあ打倒小池みたいな人が当選した場合になんかすげえ話が出てくるかもしんないなって思ったわけで、まあ、そういったのも含めると小池さんにとってはちょっと今正念場が来てると。 いうところですね、まあ、ご本人がおっしゃる通り、いや、そりゃ卒業してるら当然だよ。主席ですよ。ということであるとするならば、まあ、主席としての力を見せつけてもいいし、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、全面協力しますよってことでいいんじゃないですかね。いや、もうどんどん調べてくださいと。してるからみたいなね。<laughs> いうことで協力すればいいだけのような気がしますけど、まあ、今回みたいな会見のように、のらりくらりやられちゃうと、 まあちゃんと答えてるんですよ。答えてんだけど、実質的な回答じゃないよねとか、そこは嘘を言わないようにその言葉を選んでるよねっていうところで、本当はそこはメディアがちょっとそんな言い方じゃなくて、これはどうなんですかみたいなのはなかったわけで、まあ、結果としてふわっと終わっちゃったっていうところなんでね。だからこれについてはもっともっとね、追求すべきなんですけど、まあ、マスメディアの皆さんはなぜか小池さんに対してはあまり攻撃的ではないっていうところですよね。 まあね、豊洲の失敗問題とかもっともっと言われてもいいと思うんですけどね。はい。まあそれ以外にもう公約全然果たしてない問題もめちゃくちゃ叩かれていなきゃおかしいんですけど、ね、これだから、あの、安倍さんだったらね、こんだけできてない。過去こんだけやるって言ったのに、ああ、あれもできない。これもできない。ああ、ああ、ああ、みたいな <laughs> 感じになると思うんですけどね。その辺はちょっとなんでそんなに偏ってるのかなと思いますけどね。はい。というわけで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。